はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうぜ。ガーす。星です。はい、今日は何でしょうか。ワンピース中国語悪魔のみクイズなんか終われませんみたいなのがちょっと待っちゃった今なんかよいしょ。いや、来た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 。はいはいはい、たかしさん VS にわかの2人でに分けて、うん、中国語で書いてある悪魔の実の名前出すので、それが何の悪魔の実かを書いて当ててもらうクイズです。はいはいはい、あ、面白い。これだよね、この間あのキャラ名ね、中国語でやって、うん、あ、皆さん見てくれてありがとうございます。その動画も貼っておきますので、ぜひ見てください。はい、まあ、それで、それがあの好評だったらということでね、はい、やっていきましょう。はい、はい、それではいきましょう。お願いします。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。海賊団お願いします。はい、通称 OSP の動画をぜひ皆さん見てください。チャンネル登録してちょうだい、よろしくね。はい、じゃあそれいきましょうか。では、はい、1問目よし。はい、こちら。え、あ、ええ、面白いね。あ、でも分かった。え、すごい。え、分かんない。あれ何の実か、俺悪魔の実の名前が分かんないですよ。まあできれば悪魔の実答えてほしいな。キャラでいい？キャラは分かる、キャラは分かる。あ、え、あれ何の実って言うんだよ。遅くて緩いの？すげえ。あれ何の実だっけな。星さんも絶対分かるよ。星さんも分かる。チャットしない、チャット。あ、別、まあ俺書いてない。あれ何の実か教えて。あれか、あれいい？ちょっと、うん、キャラは出てんだけど。え、俺あれでもキャラの名前も忘れちゃったじゃないですか。それ不正解だよ。遅くて緩いってあれじゃないの。あ、出てきた、キャラの名前出てきた、思い出した。あ、それでやってるいいんだよ ね。 OK です。あ、僕あんまり分かんないんで星さん書きます。星さんのやつ、やべえやべえ、どうしよう。はい、じゃあにわかチームから。はい、はーい、ノロノロのみボクシー。じゃあたかしさん。はい、ノロノロのみ。正解です。おーおーまさかの1問目星さん大活躍やったよいいよ、ナイス。どこがのみなんだろう、この果実からがのみと略していいのか。そうだろうね。そうですね、そうです。あれがか、確かに実って読むよね、あれ、うん、果実ってことでしょ。あー、そういうことか。そういうことか。へー、まあ、面白いわこれは。なるほど、これは面白い。次行こう。で、こちらです。ええ、はあはあはあ、全然わかんない。これかな、多分これじゃない。モンモンだよ、モンこれでしょ多分。モンモンの実でこのままいったら何モンすげえなんか欲求不満の人みたいな。え、何これ全然わかんない。思春期でしょ、思春期思春期の実モンモンの実え、わかんないわ。何本当に、何これ。でもこういうことじゃないの、そういうことでしょ多分ね。モンって何、頭を使ってくださいよこれは。ああ、そういうことか。 ねえ、これってあれだね、なんかさっきとは違うんだね。2個続くんだね、今度はね、うん、面白いね。あれ違うかな、なんか全然わかんないけど書いてある、一応ちょっと違う気がするけど書いてみた。じゃあ、にわかチーム。わかんないから書きましたよ。はい、これひらひらの実。ひらひらの実、え、そっち。で、じゃあたかしさん。え、ドアドア？あ、正解、ドアドアの実です。あ、そういうことか。扉じゃないんだ、ドアドアの方か。ドアを開けるか、そういう意味か。いや、俺開く、開くと思ったの、開く。あー、そっちね。いや、じゃあ、そっちか。開くでひらひらの実はなくない。今回は漢字の意味から推測する漢字の方が多いですよ、あの。あ、読み方でいくっていうことはあんまりないかもしれないです。なるほど、あの前の中国語キャラクイズと違って。じゃあちょっと推測が外れたってことで。なるほど、うん、オッケー。優しい、今日仲いいな優しいな、平和だな今日そっちのチームいつも大荒れなのになるじゃあ次こちら。はい、何これ、分かった。これか、あれだろ。ねえ、これだよ、これじゃない。全然名前は出てこないけどあれだよ。あ、ちょっと待って、でも2個出てきちゃった。できたよ、2個出てきちゃった。え、待って、2個出てきた。どの人、一応チャット送ってよ。あ、じゃあ一応チャットで。
あとで答え合わせしてもいいし、うん、あの人だよ、ほら名前が出てないからヒントだけね。あ、これか。え、合ってるか。あー、あの中の人だよね。あの、そいつ自身じゃないよね。そうそうそう、うん、あ、でもね、僕ももう一回できちゃった。まあいいや、これで決めるのよ。星さんのヒントを元にやってくる。星さんを信じる。え、うん、いや、ちょっと待って、なんか俺に重くなるじゃん。星さんを信じて。最初の回収の責任。最初の回収で。じゃあ、にわかチーム。はい、ほろほろ。うん、じゃあ、たかしさん。はい、同じくほろほろ。残念。じゃあ、あっちか。あっち、あっち、もう一個か。じゃあ、あっちちなみに書いてみます？あっち書いていい？うん。違うんだ。じゃあ、これ絶対こっちかと思った。じゃあ、星さんはとりあえずミスったってことはいいですね。いや、違うよ。違うよ。だって俺書いてないから。そうだね、星さんのせいにしよう。じゃあ、でも俺のヒント…なんで星さんから来たヒントは七部会の大きい人って来ました。いやいや、広範囲。じゃあ、にわかチーム。あ、両方、にわかチーム。そろそろ。あ、そっちか。読み読み。じゃあ3つ、ああ3つのうちどれだ。ああ、そっか、そっちもあるな。正解、ソルソルです。すごい。そうなんだ。ソウルって言うじゃないですかね。うんうん、そうかそうか、霊魂でね。だ、読み読みもさ、霊魂で、シャーマンキングはね、霊魂でソウルって言うからね。シャーマンキングじゃないのよ、今。シャーマンキングはいいのよ、今は。新アニメ始まるらしいんで、シャーマンキング、ぜひ皆さん。何の宣伝してるの。、まあ、見る方はぜひ。では次、こちら。え、ちょっとこの漢字はなかったんで薄くなってますけど、はいはい、分かった、これか、分かった、これだ、あれだ。星さん、ヒントちょうだい、ヒント。でもどっちだ、あれ、え、2つあるの。あれだ、いや、1つしかない。あれだ、送って。あれでしょ、あれ、あいつ名前聞いてくれ。面白いよ、これ。ヒント送って、ヒント。うん、そうそうそう。そうでしょ。そうですね。だよね。え？え？他にいないよな。いないよね。一人だよね。名前は？名前は教えてよ。ほら、ほら。あ、なんで上手くなっちゃってんだ、今。ピンとこないんだよ。あれだよ、あれ分かってるの。ほら。よし、行こう。顔も出てるから大丈夫。はい、じゃあ、にわかチーム。よし、行こう。マネマネ。そう。あ、たかしさん。マネマネのみ。あー。正解です。これは模倣ってことかな。そういうことだね。そうですね、模倣。すげー、うるさ。簡単だな。出てこないとか言ってたのに。では、はい、まあ今同点ですかね。そうね。じゃあ次どれにし、これいってみようかな、こちら。なにこれ。なにこれ。なにこれ。わかんないな。わかんない。何これ。遊んで楽。もうとにかく楽しんでるんだよ。わかった。すごい。この遊ぶ楽しいのこの雰囲気から読み取ればいける気します。めっちゃ難しいじゃん。何それ。雰囲気。あれ違うな、でも。じゃあこれじゃないか。でもこれは直感。そしてヒントちょうだい。ちょっと待って。雰囲気？雰囲気？うん、雰囲気？うん、誰だ。ちょっともう全然分かってないんだけど今。あ、そっち。それはどう。あ、雰囲気だよ、雰囲気、雰囲気だよ。いや、でも遊んでるイメージないな。あ、そうか。あ、でもまあ、すげえひねる、ひねるとそうかもしれない。ひねりすぎた、ひねりすぎた。あ、頭良すぎた。でも確かにそうかも、星さんのやつ可能性ワンチャンあるよ。何、マジで。出てこないの、どうしよう。もういいか、とりあえずこれで答え聞いたらあれかな、わーってなるかもしれない。なんのか、ちょっとわかんない、全然わかんない。はい、書いた。じゃあ、にわかチーム。あ、俺。はいはい、ホビホビ。あー、そういうことか。なるほど。じゃあ、たかしさん。意味か、ちょっとわかんなかった、もうバラバラ、もうバラバラフェスティバル、フェスティバルしてる感じ。あー、楽しんでる感じね。正解はホビホビです。すげえ、すげえ、すごい。ホビホビなんだ、これで。おもちゃ。いや、なるほど。おもちゃ
もしかしたらおもちゃがこれなのかもしれないですね。あ、そうかもしれない。やった。ちなみに星さんから来たやつね、うん、クマです。2級2級。じゃあちなみにクマのやつ出しますよ。え、こちらです。まんまじゃねえか。まんまじゃねえか。そのまんまじゃ。これ間違いようがないな。これは読みすぎだったわ、クマは。なるほど、パシフィストまで行っちゃったわけね。そのじゃあ旅行するからでしょ。旅行するから。そうそう、旅行するから。青すぎる、それは。旅行してそこでどうするかが出ちゃったね。面白いよ。え、やばい、ちょっと待って、リードされてる。よっしゃー、リード、やばいわ。1リードしてます。え、今の悔しいなぁ。いけたな、確かに。すげーな、ケイさん。いや、悔しい、すげえわ。では次、こちら。お、なにこれ。え、合ってるか、これで。なにこれ、ちょっと自信ないけど、これかな。まあ、これでいいや。え、違うか。え、ちょっとわかんないから、これしか思いつかないから。ダメだ、わかんない、俺も思いつかない。こんなんあったっけ。星さん、ヒントは。いや、ないよ、だって何ヒントは。ちょ、待って、いきなり。壁でしょ、壁みたいな人は。やべえ、邪魔するやつでしょ。なんかこう壁作って、あぁ。うるさ。もしかして逆にこういうのとかじゃないの。え、これじゃないかな、俺これな気がするけどな。もう第一印象。とりあえず書いたよ。こういうじゃないの、もしかして逆に。オッケーっす。いや、何、流し気味なのさ、どっち。流したのか受け取ったのか、どっち。受け取ってあげて、せめて。では、にわかチーム。バリバリ。高橋さん。バリバリ。正解です。おー、イエーイ。まあ、バルトロメバリア、バリアってことですね。バリア、そういうことなんだ。このまあ、ヘイっぽいやつと障害っていうね。うん、なるほど、なるほど。星さんから来たヒントは、うん、ドフラミンゴって。なぜ、なぜ。いや、こう壁みたいになんか閉じこもっちゃうじゃん。カゴね、あれ。あれカゴだけど、大きく見たら壁なんで。大きく見たらよ。すごい、感受性が違うんだよ。ちなみにミンゴこちらです。もう全部出してくれる、ちなみに。ね、でもこれだったら俺糸って出ないかも。ああ、これ問題でもいけたか。これ線だもんね、これね。うん、そっか、確かに。あ、これ出なかったの。出ない。面白いね。次いきます。はい、こちら。おお。何これ。え？ああ、これは。これでいいのか？え、これでいいの？でもそのまますぎ？逆にちょっとシンプルすぎる。まあでもいいか。え？もういいよ、書いてよ。そんなことある。じゃあ、K さん。もうにわかって言わなくなった。闇闇もう星さん完全に泣かれてる。K さんだけ言われてる。じゃあ、たかしさん。闇闇。確かに、これはもう絶対そうです。あ、これは正解です。あ、これは、これはもうここまで来ちゃうと確かに、ね、結構直線的ですね。でも闇って単語じゃないんだね。黒、黒、黒暗、ね、というか、なんかね、黒暗なんていうの。すごい字だな。では次、こちら。え、え、何草。え、何それ、わかんない。何、考えではいけるかな。考えたらわかんの。わかる。え、こっからわかんないの、これ。いね、草。ふみさん、ヒントちょうだい。あとでも一歩先行っちゃったんだよ。いいよ、それ教えてよ。一歩先行ったやつ。一歩先行って言うだって。何歩先行って。教えて。え、おお。え、いや、一緒ですよ。嘘だ。嘘じゃん。え、一歩先じゃないこれ。でも行き過ぎかな、これ。わかんない、わかんない。え、俺、待って、じゃあ俺も一個先で、これで合ってるかな。ここまで行かないんじゃないかな。まあ、じゃあ一回行ってみよう、星さん。すごい、初めての一致じゃん。まさか、初めての一致。まさかの。え、はい、ちょっと全然自信ないわ。違う気がする。じゃあ、逆に高橋さんから行ってみますか。うん、違う気が、ちょっと一個先行っちゃった。うん、もちもち。うん、なるほど。ああ、製造しちゃった感じ。じゃあ、ちょっとだから稲が出てこなくても。にわかチーム。はい、ゴロゴロ。あ、そっか、なるほどね。違います、お二人とも違います。もう一回考え、じゃあ次、じゃあ 0.5 でいってみますか。あ、嬉しい、その 0.5。 そしたら、当てたら同点だ。なんだろう、もうわかんない。いけなくないと思うけどな。あ、そう。稲、
めちゃめちゃむずいじゃん。とりあえずこの人かな、これで書くか分かんないよ。富士さんヒント。いやー一個も出てないよ今。もう一つも出てないもん。思い出せないで。いや僕も何にも出てないんです。佐藤さんヒント。まあだからこの感じで想像できるやつだと思います。いやこれでいいや。はい。いや何にも出てこない。はい、じゃあ、はい、にわかチーム。はい。あー。ファーファー。じゃあ高橋さん。はなはな。あ。残念。うえー。マジか。誰これ。じゃあ答え言っちゃいますか。うん。わらわらの実です。わらわらか。無理だな。わらとは。あ、わらじゃないんだ、漢字が。では、次いきます。はい、こちら。なんだこれ。何これ。全然わかんない。これはね、何これ。イメージでいけんじゃん、イメージというか、うん、ま、これから見られない漢字すぎて。でもなんか読もうとしたら読めるでしょ、うん、全然読めないでしょ。作段じゃない、作段。作うん、作段までいければいけんじゃないかな。作段か、うん、そこからだとこれかな。あ、こっちか。はい、書いたよ、書いた。はい、じゃあ、にわかチーム。こんな名前だったっけ。おー、はいはいはい、ボムボム。はい、こんなのあったっけ、ね、じゃあ、高橋さん。そっちとこっちで悩んだ。パムパム。正解はパムパム。ボムボムです。ボムボムなんだよ。マジか、やばい。やばいな、今回。やったー、今回やばいな。やばい、2点も差つけられてる今回。じゃああと3問。はい、はい、じゃあ次こちら。はい、なんか長くなった、長くなった。何これ、何これ、何これ。シフコレックス。何これ。あー、分かった。え、分かった。ヒント送って。何、分かったの。これこれじゃないの、そういうこと。強いぞ、にわかが強いぞ今日。なんで今日こんな強いの2人。送って送って。え、これじゃないの。シブコレッツって何。え、違う。オッケー、書いてみるね。何それ。ホジさんダメだ、全然出てこない。これはホジさんに乗っかるよ。え、ケイさんも納得。いや、納得というか分かんないから。でもなんかぽいじゃん。え、全然分かんない。ちょっとぽいよね。もう乗るね、それに。どうしよう。え、すごくない、なんで分かんない。なんか他があるかも。シブコレッツ、ちょっと全然分かんないわ。急に4文字になっても。確かにね、4文字もあるんだな。面白いね、そこの法則はないんだ。はい、かけた。じゃあ、高橋さん。うん、もうちょっとわかんない、さっき書いたけど、バラバラ、分かれて。じゃあ、にわか軍。バラバラ。おお。正解。おお。おお、やすげえな、なんで一瞬で分かったの、これ。これしかないでしょ、これしかないでしょ。四五列で得意なんだよ、俺、中国語。いやいやいや、遅い遅い。じゃあ、なんで今まで、なんで今まで。得意になるまで。もっと早く知らないでよ。じゃあ、あと2問ですかね。うん、やばい、追いつけない。でも2点差ですから。2点差ついてる。あー、そっか。2点差だね。では、次いきます。うん、こちら。え、ん、え、なにこれ。まあほんのちょい、まあ、ちょいひねりですかね。ちょいひねり、ちょいひねり。これあのお酒飲むとかのなんかの飲むってやつだね、多分。うん、ひらめいた。ひらめかない。見てきたけど。ダメだ。違う気がすんな。いけましたか。どれ、俺が書いた。にわかぐはまだか。フリーズしてんの、ケイさん。絶対違うけどこれで。え、じゃあ、に、わかんないから、はい、にわかぐ。はい、バクバク。あ、じゃあ、たがしさん。同じくバクバク。お、まあ、のいけるっていうことで。そういうことか。正解はバクバクです。おお、嬉しいわ。すごい。すごいわ。一向に追いついてない。飲む、ちょっと飲むでいいな。え、ケイさん強くない今日。なんか食うってイメージだったから違うと思う。そう、俺もそのね、すげえ。なんか丸飲みみたいなイメージなのかね。なんか飲み込むみたいなイメージなのかね。あ、面白いな。へえ、これ面白いわ。ラスト2ポイントにしましょうか。あ、すごい、久々じゃないこの展開。
いいよ当てたい、マジで、マジで当てたい。いきます。はい、こちらです。え、あれこれはこれもこれじゃない、あれこれはさっきのじゃないの。さっきストレートいっちゃっていいの。さっきストレートいっちゃっていいの。ラストですよ。もう え、そんな簡単じゃない。ラスト問題ですよ、皆さん。ちょっと待って引っ掛けてきてるな。いや無理でしょ、これしかないよ。思いつかないよ、思いつかない。これしかなくない。いや俺もそれしか出てないよ、普通の方しか。ね、普通に言ったらそっちだよ ね。これ何、引っ掛けなの。もちもちではないです。ちょっと待って、それ衝撃なんだけど、俺も書いてた、もちもちって。そういうこと。もちもちじゃねえんだ。これ面白い。 え、絶対もちもちだと思った。何これ。まあ乾くは確かに大事かな。乾くが大事。星さんな。いや俺も全然自信ない。じゃあこれで一回書いてみるね。はい、絶対違う気がするけど。はいはい、書いた。じゃあ、にわか軍なすな。じゃあ高橋さん。あーもう乾くだよね。はい、それでいけ。ドルドル。ドルドル、そっちか。両者不正解です。うわー、マジか。じゃあ言ってっていい。まあ餅っていう感覚はないですけど、イメージある。まあ乾いて、乾いてる。餅が乾く、餅が乾く。はい、はい、分かった、分かった。いけ、じゃあ行っちゃう。何、分かったの。て、いいよ、もう、うん、にわか軍しといてもね。あ、いえ、口頭でいいの。分かんない、口頭。あ、何でもいいですよ。書いた。いいはい、リスリス。正解です。やったー。おお、すごい。これはすごいわ。今調べたらこの2文字でビスケットの意味があるらしいですね。はあ、やったな。まあ食べ物で乾いてるっていうのが分かったら、もしかしたらいけたっていう。ちょっとむずいですけど。はい、はい、難しいね。あー、これはすごい、これはすごい面白いわ。2回勝利。いや、すげえ。これはすごいわ。これね、すごい面白かったですね。うん、これ面白い。ちょっとこれもう一回やりたいもん、このシリーズ。まだある。ちょいまだあるじゃないか、ここからね。どっかでやりたいね。はい、今日はここまでです。動画最後まで見てくれてありがとう。ディズニーチャンネル登録、グッドボタンお願いします。じゃあまた、ちょっと好評であれば、またやりましょう。ちょっと問題があるかわかんないけど。ぜひね、また見たいという方、グッドボタン押してってください。よろしくはい、チャンネル登録もしてってね。はい、そんで我々他にもチャンネルやってまーす。OSP のためちゃん、セカンドチャンネル、個人チャンネルいろいろやってますので、この動画の概要欄から、よろしくお願いしまーす。SNS もフォローしてね。よろしくー。はい、明日も楽しもう。またねー。いや、ビスケットはすごい。前向いて、ワン、ツー、スリー、フォー、あって、ワン、ツー、スリー、全力で、まっすぐに、自由求め